川尻秀長は、安土桃山時代の武将、大名、内儀城城主、美の川尻秀高の子、弟に川尻陳苗、豊臣秀吉の家臣。秀吉の主な合戦のほとんどに従軍し各地を転戦する傍ら摂津国の豊臣直轄領の大官も務めた、小田氏の家臣、川尻秀高の子として誕生。秀高は、 海の国主であったが、本能寺の変後の武田維新の放棄により応死し,した。秀永は、秀での医療のほとんどを相続することができず、石田三成の推挙を受けて、豊臣秀吉に仕えることになったという。天正十二年、小牧、長久手の戦いに、兵百を率いて三陣福島正則や加藤清正と共に、秀吉本人の交尾を務めている。 7月、所領が隣接する、旧徳荒助と洋水をめぐって、総論となり、秀吉の裁定を受けた。秀吉は旧徳に対し、高宮へも洋水を通すことを命じている。天正13年9月、大見国から摂津国に天保となり、開地として、大田軍内で3120国を当てがわれている。天正14年、宝光時代仏殿の建設に武行として携わる。 天正十五年、九州平定に、平百五十を率いて従軍。この頃から、比善神を称するようになる。四月、小城氏が、巨城の肥後国、筒が武城を明け渡した後に常磐として、入れ置かれた。天正十六年、樹落大行行の際には、関白、秀吉の直親州として具部している。十一月十七日、旧夢、池田長吉、上田茂康。 松浦隆信、真田正幸と共に秀吉の茶会に参加した。天正18年の小田原征伐及び欧州市沖には兵150を率いて参加した。この頃には、摂津国、高槻で一万国を所領とし、大官として高槻城に在城していたと考えられている。文禄元年、文禄の役に際しては、非善国、名古屋城に駐屯した。 文禄二年五月二十三日、秀吉が名古屋城内で民の死者を引見した際には、織田信秀、で、木下勝利、有馬則友、戸田勝成、滝川武尻、古田重成、寺沢弘隆、宇治家ゆくつぐ、富田一泊、奥山重貞、上田重康と共に次の間に参列。この年、愛のリに代わって、摂津国、茨城の大官に任命され、 茨城城に入城した。慶長三年、秀吉の死に際して、形身として森光の刀を受領した。慶長四年十二月、徳川家康が高狩りを行い茨城城に死縮した。際には、秀長が、京王役を務めた。慶長五年二月、森田雅の天保に伴い設置、美濃良国内で火蔵されない儀城主となり、城持大名に返り咲いた。また、 摂津国、豊島軍の大官も兼ねた。関ヶ原の戦いにおいては、西軍方に呼応し、大阪城を山口の守備についた。その後、伏見城の戦いに参加。9月15日の本戦において打ち死にした。巨城である内義城は、城代の関字兵が守っていたが、給料回復を目論む東軍の東山と政に攻略され、戦後没収された。 秀永の医療は友政に変換された。後に、弟、川尻賃業は、江戸幕府に召し出され、子孫は200票の旗元として存続した。天正15年筆と推測される、大谷義嗣宛千里休所上によると、大谷義嗣と同日に千里休宅へ招かれていることが確認できる。川尻日後守直司は、 秀長の別称とされるが、直寺を秀長の弟と見る説もある。川尻氏の菩提寺は、岐阜県鴨郡坂保木町長蔵寺。猿卓城城下町に、父、川尻秀隆、弟、川尻賃行、休暇診断と共に秀長の墓がある。ありがとうございます。